皆さんこんにちは、ワナリグルービーです。今回はパート1ヤホー現代モッドロシアプーチン編続きをプレイしていきたいと思います。ウクライナ、フィンランド、日本と併合を困った後 NATO が参戦。その後もルーマニアを攻略して順調に戦争拡大路線を進んできたんですが、 NATO が本格的に参戦したことによって戦況が悪化の一途をたどっている現状です。そのため日本に駐屯していた部隊を現状引き上げざるを得なくなっています。それでもなお人的資源が枯渇していて劣勢という状態です。では時間を進めていきましょう。まずはですね、まだ参戦していない、残された唯一の大国と言っていいと思うんですが、このインドですね。インドに対しては引き続き親善の交渉を行ってですね、なんとか味方として参戦をしてもらいたいという働きかけを継続していきます。あとはですね、戦力的にはそれほど大きくはないとは思うんですが、東南アジアですね。タイやカンボジア、ベトナム、こういったところにもですね、外交の手を伸ばして、なんとか味方になってもらえるように、働きかけを行っていきたいというところです。あとは、中国ですね。もう少しね、軍を欧州方面に出してほしいなという思いがあるので、中国に対してもですね、もうすでに中国は、戦争の当事者、当事国ではあるものの、さらに派兵を促していきたいというふうに思っています。最新の欧州の戦線なんですが、すでにですね、リガを疾患してます。さらにタリンから、NATO 軍がアメリカを先頭に上陸をしてきていて、すでに上陸を許しています。もうロシア本土に攻撃を仕掛けられるの時間の問題というところですね。なんとかこれを阻止しようかなというふうに思っています。ノルウェーに向かっている部隊に関しては、唯一と言っていいと思うんですけども、戦線をうまく、維持、さらには前進できているところですね。あとはですね、スウェーデンはなぜか我々の好意的な国、唯一のヨーロッパの国と言っていいと思うんですけど、このスウェーデンにも参戦を促したいですよね。で、前回お話している通り、ミンスクはすでに陥落してます。ベラルーシの首都、ミンスクは陥落。では、時間を進めていきましょう。前回お伝えした通りですね、すでに海軍はアメリカ軍艦隊との艦隊戦の末に完全に壊滅してしまいました。残っていた空母も撃沈されていて、すでにバルト海の制海権を取り戻すことは、残念ながらもう難しいと思ってます。なので、沿岸にこれからどんどん NATO 軍が上陸してくることが予想されるので、それに備えてですね、ちょっと一部の戦線に関しては撤退をせざるを得ない状況になるかなと思ってます。で、その場合でもですね、中国軍やトルコ軍が取り残されないように、我々の味方となっている、数少ない味方の軍勢、兵力が取り残されないように、ゆっくり撤退をしていきたいと思っています。その一つの戦線が、この、ルーマニア戦線。序盤はですね、このルーマニアほぼ全土を手中に収めることができたんですが、NATO 軍がこれの救援にやってきたことによって、一進一退の攻防からやや押され気味に変わっています。で、ここからですね、ロシア軍が一気に撤退すると、中国、トルコ、イランなんかも含めて、ロシア側陣営の軍が壊滅的な損害を受ける可能性が極めて高いので、徐々に戦線を縮小して、部隊をオデッサまで引き上げたいと思います。で、オデッサで敵の攻撃を食い止めるのであれば、大部隊は必要ないので、このオデッサに駐留する部隊を少し減らして、その分をポーランド戦線、バルト三国戦線へと回していきたいと思います。
日本から撤収してきた部隊ですね、一部が到着しつつあります。今、モスクワ近辺を移動中ですね。まあ、これが到着すれば戦線の維持が、まあ、少しはね、できるかなと期待はしているんですが、まあ、それでもやっぱり厳しいは厳しいですね。どっかでやっぱり健康一滴、何か敵に大ダメージを与える手段を考えたいですけど、戦力が十分にね、用意できていないところなので難しい状況です。では、ルーマニア戦線ですが、ルーマニア戦線に投入していたスペツナズ、これの撤収を開始してます。先ほどお話しした通りですね。で、スペツナズは欧州方面、まあ、主にポーランド、バルト三国の戦線へと移動します。まあ、これで状況が大きく変わることはないとは思うんですが、まあ、戦況がね、著しく悪化している、このポーランド、バルト三国戦線の戦線をね、ちょっとでも食い止めたいというふうに思ってます。それと同時にですね、建設なんですけども、なんとか、まあ、モスクワのね、防衛を考えたいと思うので、モスクワに、要塞を、建設指示出していきたいと思います。モスクワの防衛を図りましょう。そして、インドに参戦を何とかしてもらう。まあ、このね、外交工作が、まあ、我々の残された唯一の生き残りの道でもありますよね。まあ、現実世界の中でも、まあ、インドはどちらかというと非寄り身というかね、その、ロシアへの制裁も、まあ、消極的な国として今動いているので、まあ、ここでもね、ゲームの中でも今のところ、どちらの陣営にも、組みしていない、まあ、残された唯一の大国であるので、まあ、そのインドをどうやって引き込むかというところですね。アメリカ軍ですが、主力部隊の一部がタリンから上陸してきていて集結してますね。ここ突破されると一気にモスクワまで侵攻を許す可能性があるので、まあ、あの戦況はね、見守りたいと思います。ノルウェー戦線に関しては順調に進んでます。まあ、このままノルウェーの戦線をうまく維持してですね、唯一勝っている戦線なんで、ノルウェーを降伏させることによって、まあ、ちょっとでもね、戦況の好転。そして、ノルウェーの方に NATO 軍が、まあ、部隊を割いてくれれば、このヨーロッパ方面の戦線がね、ちょっとは楽になりますからね。欧州戦線以外ではトルコですが、トルコ本国がイタリア、フランスあたりの、上陸作戦を受けてますね。まあ、すでにエジプトは陥落しています。イスラエルに占領されてますね。続いて日本近海なんですけども、どうやらアメリカ軍の艦隊戦力が展開しているように見えます。アメリカ軍による日本の奪還作戦が近い予感がしますね。もう日本に駐留しているのは本当にわずかな戦力だけです。歩兵を、まあ本当に10師団弱ですね。駐屯させているだけなので、まあこのままだと、まあ残念ながら、アメリカ軍が本格的に上陸作戦を仕掛けてきた場合、対抗するのが難しいかなと思います。場合によっては日本からの全軍撤退も、考えておいた方がいいかもしれないですね。さて、ノルウェーの戦線なんですけども、唯一前進できている戦線で、まあ、このまま行けばノルウェーの本土奥深くまで進攻できそうですね。これによって NATO 軍がノルウェーの方に部隊を割いてくれれば、欧州方面の敵戦力が減るので、結果的に、欧州戦線も多少ね、盛り返すチャンスが出てくるのかなと思うので、この、ノルウェー戦線に関してはしっかり前進をしていきたいと思います。ご覧のような状況ですね。もう周辺、バレンツ海なんかも、完全に制海権は失ってますね。
アメリカ海軍が跋扈しているという状態です。はい。ここで割と大きなニュースですね。ギリシャがなんと NATO を脱退しました。理由はちょっとわからないですが、NATO の方も一枚岩ではなさそうですね。まあ、ギリシャはですね、まあ、主にトルコが攻め込んでいたので、まあ、まさにガチンコで戦争していたその一つの国であるんですけど、そのギリシャが NATO を脱退しました。日本から撤退していた部隊の最後の部隊ですね。これがモスクワ近辺まで到着、欧州方面の前線へと移動中です。これでもう投入できる、まあ、事実上の全兵力を投入したという状態です。戦線はもう全く動かなくなりましたね。まあ、ただ全く動かなくなったというのは我々ロシア陣営からすると状況が好転したという状況ですね。今までは押されに押されていたのが敵の進軍が止まったということなので、まあ、ここからなんとかね活路を見出していきたいですね。日本に駐屯していた部隊に関しては部隊としての、消耗はないので、まあ、元気な部隊が帰ってきたと戦線に投入できるというふうに言えると思います。はい、元気な部隊が帰ってきてくれたおかげでちょっとは活路が見出せそうですね。敵を包囲できました。これ一気に壊滅して、また前線を少しね、押し戻していきましょう。インドとの関係を一段階進化させました。優遇貿易の協定を結んだので、この後は我々の陣営として参加してくれるのを待ちましょう。継続します。さらに戦線の方もですね、ついにミンスク、ちょっと見づらいんですが、ここですね。ミンスクの奪還に成功してます。押し込まれていた戦線が膠着状態に。そして、日本に駐留していた部隊が戻ってきたことによって、押されていた戦線、一部押し返すことに成功した。まあ、それがね、このミンスクの奪還ということに尽きると思います。このままね、状況が好転するっていうことはないと思うんですけども、一筋の光としては、今ご紹介したインドとの関係が一段階進化したというのもあるので、インドの参戦を期待しつつ、この厳しい戦線をなんとか維持しておきたいと思います。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、この厳しい欧州戦線を戦い抜いていきたいと思います。